ボルフガング・ショイブレ、ボルフガング・ショイブレ、ボルフガング・ショーブル、1942年9月18日体は、ドイツの政治家。ドイツ連邦共和国財務省、第2次第3次、メルケル内閣。2017年より、ドイツ連邦議会議長。ドイツ連邦共和国国務省県首相府長官、第2次、ヘルムート・コール内閣、ドイツ連邦共和国内省、第3次、 コール内閣、第一次、メルケル内閣、ドイツキリスト教民主同盟、セティ党首などを歴任し、1942年9月18日、フライブルクに生まれる。1961年、アビトゥーアに合格。フライブルク大学とハンブルク大学で法学と経済学を学ぶ。1966年、第一次放送試験に合格し大学を修了。 1970年、第二次放送試験に合格。翌年、法学博士号を取得する。同時にバーデンイコール、ビュルテンベルク州の税務所で働くようになり、後にフライブルクの税務所の管理部門主任となる。1978年から1984年までは、オフフェンブルクで弁護士として働いた。弟トーマスも政治家で、バーデンイコール、 ビュルテンベルク州内省を務めた。ショイブレは、経済学者の夫人との間に4子を設ける。娘の一人は、セティの連邦議会議員、セティの同州事務局長と結婚してる。1992年に、エアランゲン・ニュルンベルク大学から2005年11月に、母校フライブルク大学から2009年6月に、チュービンゲン大学から、それぞれ名誉博士号を授与された。 政治活動に参加したきっかけは、1961年に、ドイツキリスト教民主同盟、セティの青年部、ジュンゲユニオンに参加したことである。在学中、ハンブルク大学のキリスト教民主主義学生連盟、RCDS 代表を務める。1965年に、セティ党員となり、1969年から1972年まで、南バーデンの青年部委員長を務める。 1972年、連邦議会に初当選。1976年から1984年まで、党のスポーツ委員会委員長を務め、1981年から1984年までは、連邦議会委員内総務も務めた。1984年、第二次、ヘルムート・コール内閣に、国務大臣権首相府長官として入閣。1987年、 ドイツ民主共和国、東ドイツ国家評議会議長エイリッヒ、ホーネッカーによる西ドイツ訪問の交渉責任者なった。内閣改造による第三次コール政権の成立に伴い、1989年4月から内省に転じる。1990年の東西ドイツ、再統一条約交渉には、西ドイツ側代表として参加し、同年8月31日に調印した。 ドイツ再統一直後に行われた連邦議会選挙戦の最中である1990年12月、精神病の男性に背後から銃撃を受け、脊髄に重傷を負う。命は取り留めたものの下半身麻痺となり、以後は車椅子生活を送っている。犯人の男性は責任能力なしとみなされ、精神病院に収容されたが、後にこの事件を謝罪し、 2004年には仮退院した。この選挙戦では野党ドイツ社会民主党 SPD の首相候補、オスカー・ラフォンテーヌも精神病の女性に刺され、瀕死の重傷を負っている。1991年から2000年まで、セディシエス連邦議会議員団長を務める。ショイブレはコールの後継者とみなされたが、コールはなかなか当主の地位を明け渡そうとせず、1997年に、 ショイブレを後継党首に指名したものの、少なくとも2002年までは党首に止まるつもりであると宣言した。しかし、首相、トークビノザに執着したコールは1998年の連邦議会選挙で大敗し SPD による政権交代を許し、辞任に追い込まれた。コールの辞任直後に、ショイブレがセディ党首に就任するが、翌年になって、 コール党首時代の1994年に、ショイブレが武器商人からセディア手に10万ドイツマルクの不正献金を受けていた疑惑が発覚する。最初は沈黙していたが、2000年1月になって、これを認めて謝罪し、2月に党首を辞任した。公認党首には、幹事長、アンゲラ・メルケルが選出された。なお、汚職罪の追及は、証拠不十分で捜査が停止された。 2001年、ベルリン市長、エーベルハルト・ディープゲンのリコールに伴う選挙では、市長候補として、ショイブレーを押す声もあったが、スキャンダルの直後だけに、地元議員に拒否された。2004年にも、当時うちんとして、大統領選挙候補に取り沙汰されたが、クリーンなイメージに欠けるとの理由で早々に外された。2002年ドイツ連邦議会選挙後には、党副幹事長に就任していたが、 2005年11月のアンゲラ・メルケル政権成立に伴い14年ぶりに再び内省として入閣する。この入閣にも批判する声があった。2009年ドイツ連邦議会選挙後は連立組みえにより財務省に転じ2013年ドイツ連邦議会選挙後に発足した第3次メルケル内閣でも財務省に留任した。 2017年ドイツ連邦議会総選挙でも、オフフェンブルク選挙区で48.1%の票を得て当選した。1972年から45年以上のドイツ連邦議会所属が確実となり、これはドイツ連邦議会史上最長である。10月24日には、セディシェースの指名により、ドイツ連邦議会議長に選出され、同時に財務省を退任。 ショイブレはセディの中でも保守派とみなされている。メルケル政権の内省時代には強硬な姿勢が指摘された。ユーロ圏ソブリン危機の過中に財務省に就任したが2011年11月29日のユーロ圏財務省会議ブリュッセルに先立ち、例えばリスボン条約第14条などの限定的な条約により欧州の機関が 安定成長協定の責務を強化することが可能になるよう望むと発言する。同年12月6日、スタンダードプアーズ、S&P がユーロ圏15カ国の長期短期ソブリン信用格付けを引き下げ方向で見直すと声明したことに対し、全世界の市場は今ユーロ圏を全く信用していい。S&P の見直し声明は欧州の首脳らに約束を果たすこと。 つまり必要な決定を一つ一つ下し、世界の投資家の信頼を回復することを促すと、教師、非常に誇張したもので公正でないと批判した、ユーログループ議長のジャニーコール、クロード・ユンケルと対照的な態度を示した。その一方、欧州委員会が2011年11月23日に打開策として提案した、ユーロ共同債については、 まず各国の財政規律の強化が確実になってからと否定的な見解を示した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。